元々親がやってるんですけど、うんうん、まあ、ちょっと僕震災の時京都いたんで、うんうんうん、であとまあ手伝い、本当は10月オープン予定だったみたいなんですけど、うんうん、なんか伸びたって伸びたね、ね、4月でしたね、伸びてお客さんが集まるようになるとね、うん、そうですね、全然違う、今あの八百屋の阿部慎です、はい、あ、八百屋の阿部慎さん、はい、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、いつ頃あのオープンでこれは予定は4月末ですね。4月末ですよね、はいはい、どんなお店になるんですか。まあ、野菜もそうなんですけど、うん、ちょっと僕もずっと京都いたんで、はい、京都の方の人からちょっとあの有機野菜のドレッシングとか、はい、そういうごま油とか、はいはいはい、そういったのもちょっと入れていこうかなって。ああ、いいですね。でもジャムとかだったりとか、ね、ちょっと個性をね、そうですね、個性を出してやっていこうと思ってます。わかりました。最後に帰ってきた跡取りさんですからね。そうです、これは注目じゃないですか。はい、ガンガンアピールして、はい、なんかおしゃれな八百屋さんになりそうですね。頑張ります、ね、はい、じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい。